音楽生活柴須さんの部屋。 皆ささんんんこんにちはしばです今回のテーマ「知らないと損」ワンランク上のドラム音作りパラウト編ということでございまして今回はですねドラムの音作りに関してなんですが、えー、皆さんねあのパラウトってご存知ですかもし知らないよとか、まあ、聞いたことあるけどねよくわかんないよっていう方はねもうぜひこのまま最後までご覧くださいでもう知ってるよっていう方はねまあおさらい程度にご覧いただければと思うわけですがこのパラウトっていうのは例えばね、まあ、今回はドラムで説明させてい いただきますけども、えー、キックスネアハイハット、まあ、タムシンバルなんかっていう風にドラムってねパーツがいっぱいありますよねで通常はほとんどのドラム音源の場合その、えー、パーツごとの、ね、音の出口は1つにまとまっているわけですでこれね、まあ、初心者の方なんかだとねもうそれすら気にしたことなかったっていう方もねまあ多くいらっしゃると思うんですけどもその状態ってね実は厳密に言うとドラムの音がねミックスアウトされてる状態なわけですよ。そそれに対して、えー、その設定を 変えてねバラバラの出口に音を出すのが、まあ、今回解説をさせていただくパパララレルアアウウトト、まあ、略してででございますでプロのね制作環境では、まあ、ドラムパートはね基本ミックスアウトではなくてもうほぼ必ずと言っていいほどパラアウトから作られるんですけどもこれね、まあ、先にちょっと言っておきますけどパラアウトってね ある程度の知識がある方は、もうこれ絶対にね、やった方が、まあ音が良くなると言えるかと思います。で、よくわからずにやったりだとか、まあなんとなくやっちゃうと、もうね、 ただめんどくさいだけでもうこれ逆にね音もうまくまとまらなくなってしまうので少し、えー、手間はかかりますがもうワンランク上のね音作りやミックスに挑戦したいなっていう方はぜひ、まあ、ねこの動画最後までご覧くださいそれではね、えー、この後の動画本編の解説はダウソフトはスタジオワンプロフェッショナルで、えー、ドラム音源に関してはトゥーントラック社の e ージードラマーを使って解説してまいりますがこれねドラム音源に関してはなんですけどパラアウトができるものと、うん、できできるものと ないものがあってダウソフトにね初期搭載されているものだと、まあ、できないものが多かったりするのでもしね、えー、パラアウトのドラム音源お持ちでない方は、えー、別動画でも解説している無料のドラム音源 MT パワードラムキット2というものがありますのでぜひね、えー、そちらをお使いになってみてくださいこの動画のね、えー、概要欄に動画と、えー、ソフトのダウ,ンダウンロードリンクも貼っておきますそれでは、えー、いつものようにワープで画面の中に参りたいと思うわけですが今回はですね、えー、ちょっと少し思考を変えまして クイズ形式のワープでまいりたいと思いますでは問題ですダダン日本で有名なドラマーといえば村上ポンタ秀一さんですが私柴田さんが世界で一番好きなドラマーは一体誰でしょう答えはワープの後とでトウ うーん、ストということで、正解はですね、えー、リンプビズキットのジョン・オットでございました。えー、もうね、マイ・ジェネレーションの PV のイントロのドラムのフレーズもにノー脳汁出ますね。あの、えー、概要欄にね、リンクも貼っておきますので、あの、興味のある方はぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、えー、ということで、まあ、気を取りなくしてね、えー、今ご覧いただいておりますのがスタジオ i というダウソフト。で、えー、トラックがね、もうすでにワントラック立ち上げてあります。イージードラマーで、もう簡易的なね、ドラムのフレーズをすでに打ち込んであるんですけど、ちょっとイージードラマーの画面も表示させてみましょう。はい。 こんな感じでございますで、えー、まずはですね、現状、このままの状態で、まあ、いわゆる、ね、ミックスがすでにされてしまっている状態なんですけど、このままね、一度再生してみるので、ちょっと、ね、音をお聞きいただきたいと思います。じゃあ、再生します。 はい。という感じでございます。まあ、これ、イージードラマーの画面もね、えー、このインターフェースの中のキットも動くので面白いですよね。で、えー、これね、ま、あ音がね、ちょっと現状今どうなってるかっていうと、具体的にちょっと、このソフトの中のミキサーを見ていきましょう。これはタブがありまして、ここポチッと開くと。 はい。これが、今ね、お聞きいただいたドラムキットの、えー、ミキサー画面でございます。で、えー、このミキサー画面の中でもうすでにね、バランスが整えられて、まあ、しまっていると言っておいた方がいいかもしれませんね。で、えー、このミキサーね、ちょっと、えー、少しだけここ説明させていただくと、左からね、キックスネア、ハイハット、タムで、OH と書いてあるの、オーバーヘッド。ドラムキットのね、上の方にマイクが2本立ててあって、この、 H, オーバーヘッドは、えー、主にね、シンバルの音を拾うための、えー、重要なマイクです。で、そこから右に、えー、ちょっと説明を進めていきたいんですけど、この、えー、アンビ、アンビエント、AMB と書いてあるの、これアンビエントというのは、ドラムの、先ほどね、キットをご覧いただいたドラムの、えー、ルームの中の、えー、空気感を拾っている、ちょっとね、キットから離れた、まあ、リバーブの成分のようなマイクが実はここにあるんですよ。で、えー、別で、 と書いてありますけどこれはドラムの、まあ、ミックスをコンプに通した後の音、まあ、ちょっとエフェクティブな、ね、要素を少し足したりできるんですけどでさらに、えー、リバーブのチャンネルもありますで、まあ、ワンショットかとかシェイカー、まあ、タンバリン、まあ、パーカッション他の、えー、音を、ね、鳴らす時用のマイクもあるんですけど重要なのはこのね左からキックスネアハイハットタムオーバーヘッドの5つのマイクに対してこのね右側の アンンンビエントコンプリバーブ、まあ、この3つがちょっとね、あの、まあ、ある意味癖物ではあるんですよ。で、どんな風になっているかっていうのをちょっとね、音を鳴らしながら、えー、ここね、フェーダー上がっていくので確認してみたいと思います。じゃあ、キック鳴らしてみます。はい。 今ね、キック鳴らしてたんですけど、他のね、スネアだったり、アンビエント、まあ、リバーブ、コンプなんかも、他のチャンネルが鳴ってしまっているのちょっとご覧いただきたいかと思います。じゃあ、他の音も鳴らしてみましょう。スネア。はい。スネアもこれ、アンビエントだったり、リバーブがしっかり鳴っちゃってますよね。まあ、当然、ハイハット、タム、オーバーヘッドもそうなんですけど。 はい、えー、こんな感じにね、えー、キックスネアハイハットタムオーバーヘッドと、まあ、重要な、ね、5つのマイクが、えー、アンビエントやリバーブにもねこれちょっと悪い言い方すると勝手にある程度送られてしまっているわけですよ。 で、つまりね、これどういうことかっていうと、こちら側の意図していないミックスが、まあ、勝手にね、あの、作られてしまっているとも言えるわけですよね。で、ま、さらになんですけど、例えばね、これ、えー、よくね、まあ、悩んでいらっしゃる初心者の方も多いんじゃないかなと思いますけど、こうやってね、ミックスされてしまうと、このミックスされた音が出力された後にね、キックだけどうもちょっと迫力が足りないんだよね、とか、スネアの抜きがね、ちょっとあんま良くないんだよね、なんていう時に、 ボリュームをね、上げ下げするだけでは、ちょっとね、物足りない場合もあると思うんですよ。具体的には、キックだけにね、コンプをかけたり、スネアだけに EQ やコンプを別々で個別にかけたかったりする場合があると思うんですけど、まあ、このね、e ージードラマーの場合では、それがこの中ではできないですよね。で、えー、まとめられてしまったものが出力されるので、それに対して、後から EQ やコンプをかけても、例えばキックだけにかけたくてもね、えー、他のスネアやシンバルなんかにもかかってしまう でまあ、音作りに関してはねあまりちょっと、えー、現実的ではないかなという感じですね。 で、えーまあ他にもねまあ、優秀なソフトはもちろんたくさんあるんですけど例えばこの Kix やハイハ a トそれぞれのチャンネルに、まあ、簡易的にね EQ だったりコンプを、えー、別々でかけられるソフトもまあもちろんいくつもあるんですただそういうソフトの中に内蔵されている EQ コンプなんかを使うよりも後からダウソフトの機能としてかけられる、まあ、追加でね購入できたりするエフェクトもあったりするのでそちらの方がね音作りでは実際に現実的なんじゃないかなと思います。 おくとこの状態もね手っ取り早くはあるんだけれども音作りに対して有利であるとちょっと言い難い状況なのかなと思います。 で、えー、冒頭でもね、お伝えした通り、プロ環境なんかでは、このソフトウェアのミキサーを使うのではなくて、全部ね、バラバラに出力した後で、ダ、え、ウ、ー、ソフト上でね、ミックスを改めて作り直すというのが、まあ、あの定石になっていたりするので、実際にね、その、えー、パラアウトのやり方をご覧いただきたいと思います。はい、えー、それではね、まあ、この動画では、スタジオの場合はなんですけど、ちょっとご覧いただくと、まずね、ここにインストルメントの設定があります。で、ここを展開していくと、 これ e ージードラマーというソフトって実はあらかじめえっとね16アウト別々に出力できるような機能が搭載されているんですよ。ただ、まあこれスタジオワンの場合は最初からオンになっているのは、まあ、メインのアウト1チャンネル目だけなのでこれね、他のチャンネルが出力先がオフになっています。なのでこれね、ちょっといくつか、えー、チャンネルを、えー、開いておきましょう。1、2、3、4、五 はいで、今、1、2、3、4、5、6、6つの出力先を、えー、オンにしました。で、これをオンにしておくことで、今度はなんですけど、このイージドラマンのちょっと画面に戻っていくと、今ね、それぞれのチャンネルの下に数字が書いてあるのちょっとお分かりいただけますでしょうか。例えば、キックが1、スネアも1、ハイハットも1、今、全部1になっているんですけど、これを、 今設定した2、3、4、5、6、2それぞれ割り当てていきたいと思います。では、まあ、順番に、まずはね、えー、キックは1でそのままで良いので、スネアをアウトプット2にしましょう。はい。で、そうすると、この左上でね、今入力されているミ d i データの状態ですけど、えー、スネアだけがこのね、えー イージー2と書いてありますけどこのチャンネルに接続されたわけです。で、これと同様に今度はハイハット。これはね、3に送っておきましょう。アウトプット3。で、タムは4。で、オーバーヘッドは5に送っておきましょう。 でこのアンビエントコンプリバーブなんかの他のチャンネルは分かりやすくするために全部6にまとめておきましょうこれでパラアウトの設定ができましたじゃあ一度ね、えー、バラバラに出力されている状態でこれを再生してお聴きいただきたいと思いますじゃあ再生します 音的にはね、まあ、先ほどお聞きいただいたものと、まあ、あまり変わっていないかなと思います現状だよ、ね、ではねで今お聞きいただいたドラムの、えー、フレーズをねちょっとループで再生していきますが下のそれぞれのチャンネルを、えー、ソロにしていって個別にね音を聞き分けられる状態をちょっとお聞きいただきながら解説をしてまいりますはい今ねすべ、えー、てをオンにした状態で再生していますが例えばキックだけ、えー、この1のチャンネルをソロにしてみましょう はい。キックだけが今音が鳴ってますよね。では、今度は、スネアだけ。で、ハイハットだけ。ハイハットがちょっとボリュームがちっちゃいですね <laughs>。 という感じになっています。なので、具体的にはなんですけど、例えば、ここね、キックをソロにして、で、ここに、インサートで、コンプレッサーだったり、エフェクトを立ち上げていくことで、個別の音作りがね、えー、ここで可能になるわけですよ。例えば、今、コンプレッサー立ち上げました。で、ちょっと設定をまあ簡易的に行っていきましょう。うんスレッシュロろドちょっと深めにしておいて、レッシュを上げて。はい。だいぶ太くなりましたね。ちょっとこれだと割れちゃうかもしれませんけど。で、ソロ解除します。 はい、そうするとちょっとお聞きいただくとキックの音だけでズバ抜けて前に出てきているのをお分かりいただけるんじゃないかなと思いますではちょっと一度再生止めます。 はい。という感じでございます。で、まあ、この動画でね、今、キックのところだけご覧いただきましたけど、それぞれ、まあ、スネアであったり、ハイハットであったり、まあ、あとはオーバーヘッドなんかもね、個別に EQ やコンプをかけていくことで、さらにね、えー、自分のイメージに合った音作りにつなげていけるんじゃないかなと思います。で、えー、これ最後にね、ちょっと補足で説明をしておきたいんですけど、この、ロックチャンネルに送ってあるアンビエントやコンプやリバーブ、これもね、まあ、必要であれば出力しておいても良いかなと思うんですけど、例えば、これをね、えー、ミックスな でこのアンビエントやリバーブのチャンネルの音を使う代わりに自分の DAO ソフトの中でセンドリバーブを個別に用意することでこの今バラバラに出力されているドラムのパーツを1つにねまとめて一体感を出すっていうこともできたりしますでまあセンドリバーブに関しては、えー、どこの動画の、ね、概要欄にまた別で解説している動画がありますのでリンク貼っておきますのでぜひね合わせてご覧ください。 ということでね、まあ、かなり大雑把に、まあ、け足解説を今回も行ってまいりましたが、基本的にね、えー、どうでしょうね、音源制作において、パラアウトの方が、やっぱり手間はかかります。ただ、手間はかかるんですけど、その分ね、えー、自分のイメージに、限りなく近い音作りを再現することができたり、で、また、えー、この内蔵の、 ミックス内蔵のエフェクトを使わずに自分で音作りをすることによって他のパートとのね連動性なんかを上げていくこともできますよね、えー。ベースに使っているリバーブと同じものをドラムキットにかけたい。だけど音源に使われてしまっているリバーブを使うとうまくまとまらなかった。そんな問題も解消できるんじゃないかなと思います。ということで、えー、パラアウトをねできるドラム音源を導入しなきゃいけないんですけどぜひねインストールされた方はこういった音作りにもねチャレンジ してみていただくとさらにね本当に手間かかるんですけどワンランク上の音作りにつなげていけるんじゃないかなと思うのでお試しくださいそして、えー、この後のね続き動画有料メンバーシップ動画の方では、えー、今ご覧いただいたねパラアウトを実際のミックスの時に更にねどんな音作りをしていくのが有効なのかであったりあとはちょっとね無料動画の方では解説できてなかったんですけど、えー、他のマイクなんかも、えー、どんな風にミックスに混ぜていけばいいのかで、えー、かなりね重要なオーバーヘッドの厚

チャンネル登録もよろしくお願いします。